ニュースまぐみです。9月14日自宅マンションで亡くなっているのを発見された芦名聖さんと、今年7月に自宅で亡くなった三浦春馬さんとの関係を知人が語りました。ドラマブラッディーマンデーで共演していた2人、芦名さんの知人は撮影時から演技論を交わして親交を深め、クランクアップ後も飲みに行く仲になったようですと証言。恋愛関係ではなく、気心の知れた同志のような関係だったと聞きますとも語っていました。ニュースマグビ